はい、どうも徳さんです。本日はオープン戦の様子をお届けします。お相手は日本航空電子工業さん、過去には天皇試合にも出場経験のある超強豪でございます。スタメンはご覧の通り、私2番サード、そしてライパチは8番ライトでスタメン出場しております。それでは試合見ていきましょう。航空電子の先発はサウスポー、キュー。このアウトコースのビタビタのボール、ナイスボール。身長はさほど高くはないんですが、非常にマウンドさばきがいいと言いますか、小気味よく投げてくるピッチャーです。極めつけはこのボール、順が消えたと言ってましたけども、強烈なバックフット、そして追い込まれてから緩い変化球を拾ってフラフラっと上がった打球はライト線へポトリと落ちます。これがヒット。転々としている間に順は二塁へ、二塁打で出塁。そして私がきっちりとフリーバントを決めて、ワンアウトランナー三塁のチャンスを初回から作ります。しかしゾエは倒れ、ツーアウト。打席には4番のコータ、ドン、レフト前へ弾き返し、アッパレが1点先制します。スローで見ていきます。やや真ん中付近甘く入ったか、しかしながらコータ欲張らず、きっちりと弾き返すあたり、さすがといったところでしょうか。アッパレは1点を先制。さあアッパレの先発は竹俣、先頭バッターに対しストレートを打たせ、センターフライでワンアウト。そして2番バッター、これもストレートを打たせ、セカンドの鉄平がしっかりキャッチ、これでツーアウト。そして3番バッター、これもストレートを打たせ、ショートフライ。航空電子さん、変化球意識したのか、ストレート差し込まれてフライが多かった印象があります。2回の攻撃、ワンアウトから打席にはカモシ、この打球、打球は右中間に落ちる。カモシ俊足を飛ばして一気に二塁を狙います。ツーベースヒット、ナイスバッティング。さあそしてワンアウト二塁となって、打席にはアイパチ、ツーストライクからこのボール、バックドア。これはね、さすがに手が出ないかなと思いますね。ボールからストライク、おそらくライン際の攻防だったんじゃないかなと。もう精密なコントロール、ナイスボール、手上げなんではないでしょうか。この回はアッパレは無得点。さあ竹ちゃんは3回の裏、先頭バッターに対し追い込んでから、このインコースのシンカー、見逃し三振。さらにツーアウトから追い込んでから、このシンカーで空振り三振、ナイスピッチング。さあ4回の表、先頭の鉄平、技術見せます。ドン、完璧なんじゃないでしょうか。ビューティフルヒットを出しましたが、これ左対左のお手本のようなバッティングをしています。まずリリース後、これボールへしっかりと踏み込む準備ができてます。なのでその結果、しっかりと開くことなくボールへアプローチ、あとはもう振り抜くだけといったところでしょうか。まあ、左対左の場合はより強い意識を持って踏み込むべしといったところです。さあさらに鉄平、足で見せます。打席にはカモシ、この打球で迷いなく三塁へ、クロスプレーは間一髪セーフ。二塁ランナーの基本なんですが、自分より左側の打球は迷わずゴーと。これ本当に一歩目しっかりスタート切れて三塁迎えてます。しかしながらショートのこのフィールディング、軽快に三塁へ、ややそれたんでしょうかね。その分鉄平の足が先に入ったと。ワンシーンですが、かなりハイレベルなシーンでした。うん。さあそしてチャンス、先ほど三振しているライパチ、初球トン、フラフラっと当たった打球はライト前ポトリと落ちます。ライト前ヒット、三塁ランナーが生還、タイムリーヒットとなります。スローで見ていきます。まあ、先ほど三振したこともあって、よりコンパクトにという意識があったんでしょうか。まあ、しかしながらしっかりとキレのあるボールに対して叩けてるといったところでしょうか。打った本人もあららという感じがありますけれども、結果はヒットと良きといったところでしょうか。さあ4回の裏から兄貴が登板。この日のテーマは
まあ、分かっていてもしっかりと直球を投げ切っていこうといったテーマがあったそうです。先頭バッター追い込んでから伝家の宝刀フォークを打たせファーストコーターきっちりさばきワンアウト。さあそしてさらにこのバッターも追い込んでから今度はスライダーでしょうかね、打たせてファーストフライ2アウト。しかしその後安打とエラーで1、3塁とピンチになります。ここでバッター技術を見せます。このバッティングコート飛びつきますが下を抜けていく綺麗な右打ち。スローで見ていきます。この瞬間しっかり右肘を畳んでもう逆方向に絶対打つという意思が見えるスイング。コータも反応しましたが下を抜けていきました。技術の高いバッティング、さすがでございます。さあ一方あっぱれは5回の表先頭の順打ち上げてファーストフライ、そして2番の徳さんもインコースのストレートを弾き返しますがセンターフライで2アウト。極めつけはゾエの時です。このラストボールバンバンバーンと、これはもうベンチ一度笑いが出るぐらい素晴らしいボールでしたが、まあ、追い込まれて、まあ、外変化球と頭あるうちのこの完璧なインコース、ナイスボール。さあそして兄貴最終回の登板、これまたね右に追っつけるんですが、竹ちゃんしっかり取って一塁転送ナイスプレーと。これねバッター陣、まあ兄貴がストレート投げてくると分かっていたからなんでしょうか、まあ、徹底して右に打っていくといったところもあったと思います。竹ちゃんこの腕いっぱい伸ばしてナイスキャッチ、まあ、抜けてるのと抜けてないのとまたえらい違いですからね、非常にナイスプレーといったところでしょうか。さあそして打席には左バッター、この後とんでもない打球が飛び出します。とその前に、はい、次長、はい、ここで視聴者の皆さんにお知らせがございます。角川さんより出版された特産 TV の超バッティング講座の本を出版を記念しまして、3月30日イベントを開催させていただくことが決まりました。本当にありがとうございます。なんと3月18日本日、はい、私34回目の誕生日を迎えました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。おめでとうございます。いやそれに関してはなんか緩いなますます、まあ、特産 TV を応援してくださる皆様に、なんとか恩返ししたいと思いまして、私角川さんに直談判しまして、さまざまなプレゼントを用意させていただいてよろしいですかというお話をしたところいいですよということになりましたので、逆にですか、誕生日なのに。まず一つ目はですね、今ライパチがかぶっているこのあっぱれキャップ、まあ、我々あっぱれオンラインショップであっぱれグッズを販売してるんですけども、このあっぱれキャップのように参加者の方限定の角川さんとのコラボキャップ今制作中でございます。そうです。これは当日のお楽しみということがありまして、さらにさらにこのビクタスの折りにくいと言われるバット、これも現場で参加者限定の方にプレゼントしたいなというふうに思っております。そしてさらにもう軟式のグラブもですねいっぱい現場に持ってきまして、さらにあの手袋とかスパイクとかもう盛りだくさん、もう徳さん生誕34回目記念もありまして、もう盛りだくさん、逆にプレゼントしていこうという、逆に感謝の思いをプレゼントで返していこうというそういったイベント企画、ありがとうございます。3月30日の土曜日17時半より東京の市ヶ谷にて行われます。詳細は動画概要欄に載せておきますので、ぜひとも皆さん来ていただければなというふうに思います。サプライズケーキも用意しますよ。いやサプライズのケーキを言っちゃった。3月30日お時間ある方ぜひとも現地に来ていただいて、はい、我々と野球トークで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは動画の続きどうぞ。はい、それでは試合戻ります。思いっきりのいいスイングシュー、これこれこれです。打球は一瞬にしてライパチの頭上を越えます。これねネットもないんでねずーっと転がっていってしまったんですが、投げたボールはツーシームだったそうです。甘く入ったと悔やんでましたが、まあにしても左バッター思いっきり振った内に入った、そしてストレートよりやや遅いツーシーム、まあホームランになる要素が全て詰まったのかなと思います。まあサードから見てたんですが失点はしたものの、一つ一つのボール自体は非常に力強かったので状態はいいのかなといったような印象を受けました。
さあ、そして日本航空電車2番手ピッチャーも非常に良き、これスプリットツーシームでしょうか、制球も抜群、このストレート、こう小気味の良さ、そしてリリースの力強さ、非常にマウンドさばき、このスライダーでタイミングを外します。さあ追い込まれてから最後はカットボールでしょうか、非常に1球1球精度が高い。そして9番の友に対してこのストレート、もうね、ベンチから見てて非常に気持ちのいいというか、まあ、敵ながらあっぱれと。そしてこのこれね、スプリットかなんかだったと思うんですが、リリース直後は膝ぐらい、そして最後はボール球へと、もう惚れ惚れするような球です。ナイスボール。さあ、そして1点ビハインドの9回の表、先頭の竹ちゃん、インコースのストレート強引にレフト前に持っていくという変態的なバッティングで出塁。そしてこれ思い切りのいい走塁出ました、盗塁成功、ノーアウトランナー二塁のチャンス。そして打席にはカモシー、なんとか進塁打打ちたい、その思いがこのポテンヒットを見ます。二塁ランナーのタケちゃんは勝負外だったこともあり三塁ストップ、しぶとくあっぱれ打線、後投手相手につないでいきます。そして打席にはクリス、ピッチャーもやっぱインついてきたりしてね。さあ、ワンストライク目から次のボール、これもスプリットでしょうか、まあ、ピンチでも本当落ち着いてますね。さあ追い込まれてからショートゴロ、これが得点につながります、相手のミスに乗じてアッパレ同点です。しかしこのプレー様々絡んでます、まあ、追い込まれてる分クリスは軽打、まあ、打球は正面に行き攻守のショートがっちりキャッチ、しかしホームにこのショートバウンド、しかしタケちゃん止まるんですね、なのでキャッチャーが捕球ではなくストップに入ります。これが功を奏し、まあ弾いてしまったといったところでしょうか、非常に頭脳的な走塁となりました。さあ、さらにワンアウト一三塁、一気に逆転といきたいところ、9番にトモ、スプリットでしょうか、ホームクロスプレイ、これは堅い守備の前に阻まれツーアウト。さあ打席にはジュン、このボール本当に制球が乱れない、いいピッチャーの証です。さあジュン打ち返せるか、この打球しぶとくセンター前へ抜けていく、三塁ランナーホームへ生還、あっぱれ勝ち越します。さあスローで見ていきましょう、打ったのはカット系のボールだったそうです、まあツーシームかな、まあバットの先っぽでしぶとく拾うといったところで、いいところに転がりました。守備猿の勝負強さ見たんではないでしょうか。さあ、さらにさらに追加点欲しいところ、打席には徳さん、ここでちょっとね、いやらしさ出してみました、三塁側にねセーフティーしようと思ってました。さあ、そしてワンボールからこれ、やっぱ好投手なかなか前には飛びません、まあ、まっすぐ張りながら変化球待ってる状況、この打球セカンド正面、二塁ランナー戻れずダブルプレーということで1点勝ち越しとところになりました。最終回、竹虎がマウンドに上がります。先頭バッター、非常に足が速そうですね。サード前、大バウンド、徳さん冷静にさばいてワンアウト。さあ、そして2人目、追い込んでからビラーンと竹虎も負けじと、ナイスボール。さあ、そして2アウト、あと1人、これもストレート差し込むね、ショートの順がきっちりワンバウンド送球でゲームセット。強豪さん相手にさまざま勉強させていただきつつ、まあ、結果として勝利することができました。日本航空電子工業の皆さん、本当にありがとうございました。また何卒よろしくお願いいたします。あっぱれオンラインショップから新たに3つの新商品が出ました。帽子2種類とあっぱれオリジナルプレジャン、見てください、お三方いつもよりかっこよく見えるぜ。他にもいろいろ揃えております、時間ある方はぜひチェックしてみてください。